12月11日午後11時、こんにちは、営業です。今日の Vlog を始めます。今日の Vlog は、現在開催中の Amazon サイバーマンデーの、買ったものを紹介したいと思います。今日紹介する商品は3つありまして、まず1つ目の商品はこちらです。これは前回のAmazon サイバーマンデーの時もちょっと説明買いたいなって思って言っていた商品です。開けてみます。よよ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 よ、はい、こちら、ここですね。ここをよ開けると、はい、こうかな。こうして、こう、はい、これですね。物としては電源に挿すタイプの USB チャージャーになります。こちらの特徴としては4つのポートがありまして。この USB ポートはすべてパワー IQ というものに対応しています。でさらにボルテージブーストというものに対応してまして、こちらに挿したデバイスによって必要な電流数、電圧数というのは違うんですけれども、例えば iPhone とか iPad とか、例えば Android、例えば他の Kindle のデバイスとか、そういった USB でつながるものすべてこの Power IQ という機能によって正しい電流や正しい、電圧、そういったもので充電することができます。でさらにこちらの製品にはマルチプロテクトという機能にも対応しています。つまりはデバイスを充電するときに必要以上に大きな電圧がかからないように、そういった安全性に考慮したプロテクトが入っています。これもう本当に電源に挿すだけで使えるので、大変便利ですね。例えば新幹線の席で、座席で一番前に座ると手元のところにコンセントが例えば700系とかあったりするんですけれども、そういった時にこれを挿せば充電ポートが4つ増えるというわけですね。今回購入したのはブラックタイプを購入しました。でも実はホワイトタイプも以前から持ってました。このホワイトかなり使ってたんですけれども、もう一個欲しいと思って、まあ色違いで、同じものが2つあってもしょうがないんで、色違いで見分けがつくように、そういった形でこちらを購入しました。このデバイスなんですけれども、まあ、ブラックでかなりツヤありです。なのでかなりテカテカしてて、まあ、指紋もかなりつくと思いますが、こういうデバイスであんまりそういうことには気を使わないので、まあこれはこれでいいんじゃないでしょうか。これが1つ目のデバイスです。次はこちら、またと思いかもしれませんが Bluetooth スピーカー、家に何個 Bluetooth スピーカーがあるのかっていうぐらい、結構僕こういう Bluetooth スピーカー好きなんですけれども、今回の特徴は結構他のスピーカーにはない特徴一つあるので、それで購入しました。で開けるとこういう感じ。こういう感じですね。で、ここで、ボボボボボって、開きますと。そうすると、こっちは何もないね。はい。で、そうすると、スポンジが入っていて、中にスピーカーがあります。まあ、他に内容物は、オーディオケーブルと、
USB 充電用ですね、マイクロ USB が入ってます。まあ基本他にあるんで使いません。はい、で、今回買ったスピーカー、こういう円筒形、平たい円筒形ですね。はい、こういう感じ、手のひらに乗るようなスピーカーですね。これもう本当に丸いスピーカーで、インターフェースとしてはこちらにあるように充電用のマイクロ USB と、これは一応出力入力用か、入力用のオーディオ端子があります。でさらに下にあるスロットは、こちらはマイクロ SD、 マイクロ SD カードが入ることができまして、それを中にある音楽とかを再生することができます。まあ、基本 Bluetooth スピーカーなので、あんまりそこは使わないかなと思います。でなぜこれを買ったかっていうと、これは、まあ机があったとして、ここに置くタイプのスピーカーです。なので音は基本上に向かうんですね。つまり無指向性のスピーカーっていうふうに言うこともできると思います。この無指向性のスピーカーのいいところは、どこに置いたとしてもそれなりにいい音で聞けるんじゃないかなと思います。で一番こういったものを聞くのにいいのはモノラル音源のもの。モノラル音源で聞くものといえば、まあ例えばラジオとか、例えばポッドキャストなんかが、まあモノラル音源が多いかなっていうことですね。つまりはこれ、ポッドキャスト用に買いました。ポッドキャストを聞くときに、こういった無指向性のスピーカーがあると、まあ聞きやすいかなと思います。通常のスピーカーはやっぱり指向性があるので、そのスピーカーの前にいなければいけないことが多いと思うんですね。そういったものがないように、こういった無指向性スピーカーを置くと、どの部屋の中のどの部分に、どの場所にいても綺麗に人の声とか、そのポッドキャストから聞こえる気配みたいなものを感じ取ることができるかなっていうので買ってみました。まあ使ってみての感想はこれからになるので、ちょっとそれはもし何か新たな発見があれば、それはまた Vlog にしてみてみたいなと思います。最後に買ったデバイスはこちら、2TB の USB3.0 のポータブルハードディスクですね。よっと、はい、一応こちらのハードディスクなんですけれども、まあポイントとしては耐衝撃設計の頑丈ボディということです。一応アメリカ国防省の衝撃耐久テスト基準の、MIL-STD-810G に合格した、商品になります。で、さらに USB を本体側面に巻き付けて収納することができる。で、内部にはハードディスクを守るサスペンションを内蔵しております。それでは開けてみます。の保証書ですね。
よいよいよいよ、はい、ハードディスクとしてはこういった形、これも剥がしちゃいますね。ペリペリペリピ、はい、これで、USB が側面に貼り付いてます。これはなるほど、 USB 3.0 なんですけれども、結構 USB 3.0 の端子って特殊なのが多いんですけれども、こちらの場合は両方とも A タイプの USB 3.0 で、こちらを開けるとやっぱり A タイプの USB 3.0 になりますね。つまりは他の USB 3.0 いろいろケーブル持ってるんですけれども、これはこれしか使い道がないですね。で、これハードディスクは2テラありますので、結構中身は大容量ですね。なんでこのハードディスク買ったかっていうと、やっぱり最近 Vlog をすることが多くて、そのデータを保存する場所がちょっと最近手狭になってしまったっていうのがありました。ちょうどサイバーマンデーで少し安かったんで、これを買ってみて、まあ念のため価格 .com とかでも相場感を確認したんですけれども、まあ最安のあたりに近いかなと思いまして、これを買いました。あんまりメーカー名としてはあんまり見ない、僕はあんまり知らないメーカーだったんですけども、まあ中身のハードディスクはどっかのまあものだと思うので、まあそういった意味ではあんまりどれを選んでも変わりはないのかなと思います。とりあえずこれにいろいろ Vlog をする上で必要なデータとか、ちょっとバックアップしておきたいデータをこの中に入れて運用してみたいと思います。デザインもそんなに悪くはないので、うん、これをこれから使っていきたいと思います。はい、今日はこのサイバーマンデーで買った3つのガジェットを紹介してみました。もしこのチャンネル面白かったらチャンネル登録をお願いいたします。はい、以上、笑顔でした。ではでは。